皆さんこんにちは、翔太です。今回はですね、タムネタイトルでもわかる通り、サンフレッチェ広島に所属するジュニオルサントス選手の移籍報道について、進展が出ましたので、そちらについて大まかな情報であったり、これまでの経緯というところも喋っていきたいと思います。その前にですね、今月というか、今年か、2023年というところは、今日がですね、1月27日に撮影しているわけなんですけれども、朝の撮影などもあって、沖縄にね、長期で行ってしまっていたということであったり、その他編集などもあって、なかなかちょっと更新頻度が上がらず、今月は3本か、2本ぐらいしか出せて、本当に申し訳ないんですけれども、ここから、先ほど言った沖縄のキャンプというところも、那須さんの方で密着させていただいたんですけど、ショータイムの方でもね、しっかり撮影して、個人的な感想だったりっていうところを喋っている動画もね、続々と、シーズン開幕前くらいにはね、あげるのかなと思うんで、そちらもぜひお楽しみにしてください。昨年はね、ほぼほぼ毎日投稿できていたんですけど、今年というところはどうなるか分かりませんけれども、できるだけサンフレッチェ広島であったり、その他の J リーグ情報を含めてたくさんね、出していけたらいいなと思っておりますので、ぜひぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ということで早速、今回のね、議題について喋っていきましょう。はい、ということで早速喋っていきたいと思います。今回の議題に関して、冒頭でも言った通り、サンフレッチェ広島に所属をしているジュニオルサントス選手の、去就問題というか移籍問題についてね、昨年も一回取り上げたんですけど、そこから大きな進展がありましたので、こちらについて喋っていきたいと思います。今回というところはほぼ移籍先が決まった情報についてね、喋っていくんですが、その前にこれまで前回の動画で喋ったところ含めてね、ちょっと重複する部分もありますが、大まかなこれまでの経緯喋っていきたいと思います。ジュニオルサントス選手というところは、これまで J リーグで言うと柏レイソルであったり、横浜 F マリノスでね、大活躍をして、このサンフレッチェ広島に完全移籍でやってきてくれました。初年度だったりっていうところもね、しっかりと活躍はしてくれたんですけれども、広島サポーターとしてはね、横浜 F マリノスでの大活躍ぶりを見ていただけに、ちょっと物足りなさを感じている部分もありましたし、2022年シーズンかというところではね、ちょっとミスなども目指し、決定力不足というところで、このジュニオルサントス選手がどうなのかというところも、次を醸す問題でもありました。そこでですね、夏だったり、このスキッペ監督が就任したというところで、エカリワ選手であったり、その後にソティリュー選手が加入したことによって、ブラジル母国のポタホ号に期限付き移籍をしておりました。母国復帰ということで、サントス選手としてもね、嬉しい移籍にはなったのかなと思いますし、広島サポーターとしても、このポタホ号で完全復活を遂げて、また J リーグにやってきてほしいという思いはありましたけど、サンフレッチェ広島も4選手、外国籍選手、全選手ですか、というところが、契約更新したことによって、サントス選手はちょっとこのまま出ていってしまうんではないのかなと思っておりました。今回のこのポタホ号の期限付き移籍というところは、情報によりますと買取オプション付きということで、このもし良ければ双方合意の上でですね、完全移籍での移籍というところがね、成立する条件が加わった中での今回の期限付き移籍でしたので、しっかりと先発出場も果たしていたサントス選手は、そのままポタホ号に完全移籍するのかなというところありましたけれども、そこでですね、ちょっと広島側の思惑とポタホ号の思惑というところでですね、移籍金という大きな問題が発生していました。ここでサンフレッチェ広島がポタホ号に移籍を求める際に5億3000万というね、結構な額、サンフレッチェ広島側からするとね、高額を要求したと思いますし、ボタオ後も、このぜひサントス選手に対して移籍をしてほしいというところありましたけど、さすがにここまでのお金は出せないということで、前向きに進んでいた移籍報道が急遽破談となってしまいました。そこからですね、サンフレッチェ広島としても、売りたいという精神もありながら、5億3000万ね、当初予定していたものの、4億に下げたり、そこからね、ちょっとずつ下げていくものの、ポタホ号もなかなか、そこの思惑というところは一致せずに、結果的にこのポタホ号とサンフレッチェ広島への移籍というところが、真っさらな状態になってしまって、サンフレッチェ広島に復帰するのかというね、報道も出ていました。ですが、サンフレッチェ広島のね、移籍の復帰というところはあまり情報としてもなく、このまま他のクラブを探している状況が続いて、広島としてもトルコキャンプが始まったという形になっています。そこからですね、サントス選手陣営としてもなかなかね、移籍先も決まらず、いろんな移籍先を探していた中で、急遽というか先日ですか、東郷と同じくブラジルのホルタレザというクラブに、この度ですね、完全移籍が濃厚という形になっております。このホルタレザというクラブ、僕自身もね、あまり知らないクラブで、どういうクラブなのかというところありますけれども、今回、移籍金というところもね、しっかりと成立して話の折り合いがついて、移籍するというね、形になっております。ここでちょっとね、疑問点なところが、広島の正式発表がなく、サントス選手のね、ストーリーだったりっていうところで、このね、移籍のポルトガル語かなというところなんで、読み切ることはできなかったんですけど、移籍をするよっていう報告であったり、今回移籍先となったホルタレザというね、公式のインスタグラムだったりというところの、このサントス選手の獲得のね、発表というか、写真がドンと載って、
まあ、獲得するよみたいな、投稿ストーリーがありましたので、おそらくほぼほぼ、9.9 割ぐらいかな、決定的な状況なのかなというところありますが、未だに広島からの正式発表がないということがありますので、 100% 完全に決定したというわけでもないですので、まあ、ここからの、進展というか広島の、情報解禁というところも待っていければいいのかなと思っております。まあ、その契約内容というところを大まかに話すと、まあ、フォルタレザーというクラブで折り合いがついたということでですね、まあ、移籍金が多分一番気になるところだと思いますが、当初予定していた、まあ、5億3000万でね、ポタオに要求していたという部分から考えると、今回は3年契約で移籍金が9000万まで落ちたという情報が入っております。まあ、ここは広島としても何としてもですね、まあ、売り切りたいという言い方がまあ正しいかわかりませんけれども、まあ、このオフでサントス選手の移籍を進めるような形で話をね進めておりましたので、まあ、この9000万がまあ粘っての移籍金だったのかなと思いますし、まあ、まだねジュニオサントス選手自身も28歳ということで、ここから第一線で活躍していくためにも、いい年いい年齢、一番脂が乗っている時期だと思います。その中で母国復帰となったのはサントス選手としても非常に嬉しいことだと思いますし、広島ではなかなかね思うような結果を残せることができませんでしたが、まあ、マリノスのねプレーを見ているだけに確実に攻撃力含めて爆発的な能力を持っている選手だなということは自負しておりますので、まあ、ここはね今後とも、サムレッチ広島に関わってくれた、まあ、昨年のねルヴァンカップの優勝があったのも、まあ、得点王にサントス選手がいたり、まあ、予選というところでもしっかり活躍してくれたことでまた星が1個増えたという現状もありますので、本当に感謝していますし、まあ、新天地でも頑張っていってほしいなというのが個人的な印象となっております。まあ、このフォルタレザというクラブをね、ちょっと調べたところ、なかなか結果だったりというところが出てこなかったものの、昨シーズン、清水エスパルスにこのフォルタレザから移籍した、ヤゴ・ピカチュウ選手というところがかつて所属していたクラブでもあり、まあ、J リーグとですね、ここ数年、まあ、親密にというか、まあ、徐々に関わってきているクラブなのかなと思いますので、まあ、ピカチュウ選手の穴を埋めるべくというか、まあ、この今回の、サントス選手の獲得に動いたと思われますし、まあ、そういう母国のクラブでまたね、輝く姿、期待して見ていければいいのかなと思います。まあそうですね、最後にちょっと余談になってしまいますけど、個人的にはこのオフ、まあもう1年ぐらい、まあ見ても良かったのかなというところもありますし、まあようやくね、このナシム選手であったり、ヒエロ選手を含めて爆発的な攻撃力陣がしっかりとね、フィットしてきただけに、そこにプラスアルファ、まあパスも出せる、一人でも打開できるサントス選手のね、まあことを見るっていうのも、ちょっと個人的には見たかった部分ではありますが、まあ広島と行こうとしては、まあ移籍をね、優先させたということもありますし、おそらく今年いれば最終年になるのかな、移籍の契約が。というところで、まあ、移籍金を回収するっていう面でも、まあ、今回移籍の決断に至ったのかなと思いますので、まあ、先ほども言った通り、ちょっと今年は、J リーグで見ることはできなくなってしまいましたが、まあ、まだまだ28歳ということで、これからね、尻上がりになっていく、ジュニオサントス選手の母国復帰も、心から応援して、見ていければいいのかなと、思いました。はい、ということですね、今回は、まあ、これまでに話したジュニオサントス選手の、まあ、ポタゴへ移籍するのではないか、そこから破談というところも話して、まあ、最後にね、今回の移籍先含めて、まあ、細かい部分を、紹介させていただきました。まあ、広島のね、サポーターの方々も、まあ、サントス選手に復帰してほしいだったり、まあ、このまま移籍をした方がいいんじゃないかなど、様々ね、まあ、結構な、物議というか、話し合いがツイッターの方でも行われておりましたので、まあ、今回の移籍に対する皆様の意見というところもぜひね、コメント欄に書いていただけたらなと思いますし、まあ、まだ 100% 正式発表というところはね、広島の方からも出ておりませんので、まあ、そこの続報というところも今後待っていければいいのかなと思います。ということですね。今日もご視聴ありがとうございました。この上だと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。まあね、冒頭にも言った通り、ちょっと今月というところはなかなか本数も上げれず、年末のね、コラボウィークから、動画の本数というところは減ってしまっておりましたが、まあ、沖縄キャンプも行っていろんなチームも見てきてね、個人的な印象だったりっていうところもあるので、まあ、そちらの動画も、ここから続々楽しみに見ていただけたらなと思います。昨年ね、2022年シーズン広島が優勝できたり、このショータイムとしても1万人達成させていただいた、本当に、記憶に残る2022年だったと思うので、まあ、2023年も1万人、2万人、3万人と、まあ、さらに頑張っていくショータイムをですね、応援していただけたらなと思います。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。今日もご視聴ありがとうございました。ではまた、ボー